今日侍ジャパンが優勝しました、これで1億2600万日本国民は本当によくやったと心からそう思ってるでしょう。また全世界に住んでいる日系の人々、私は世界日本人会議を今作っております。やはり日本人が世界で活躍している、その中の野球というスポーツで、その侍ジャパン、これの優勝は世界日本人会議にとって、これはもう最高の喜びです。これに侍ジャパンが、全世界の人々が注目している、このスポーツイベント、野球イベント。そしてこれが今まで5回行われて、その3回が日本が優勝しているわけですから、野球は日本の、これはスポーツではなかった。もともとはアメリカで生まれたスポーツ。そして大正時代に日本へやってきた。まあその大正時代から今までの100年の歴史の間に、20年前から世界一を3回取ってるというのは、やはり日本人は強いと。日本人は世界を制する民族であると。いうことが野球を通じて全世界に証明しているわけですよ。野球というスポーツで世界一に5回のオリンピックの間に3回取ってるわけですから。まあ特に大谷翔平という天才、この人物の登場によって今回はそのタイトルを取れたものだと私は思う。もちろんチームの総力によって取れたわけですから、その機関車役を大谷翔平がやった。一人が強い者がおれば全体が強くなる。ロシアのプーチンが強いからロシアの経済はよみがえって、あの総崩れのソ連の後、その総崩れが一人の指導者によって元のソ連時代へ戻すという奇跡的な復興が行われた。だから私は日本の大統領に大谷翔平を持っていきたい。この世界日本人会議のトップにも大谷翔平を持っていきたい。という気持ちで、これからも大谷翔平をずっと見続けていこうと。まあ日本人ですから、その日本人を代表して世界に活躍する天才大谷翔平を、やはり日本の今最低のところまで落ち込んだこのジャパンブランドを、やはりもう一回世界第一位のブランドに、今ジャパンブランドはまだ世界の人々は信じてる。日本製品はいいということを信じてる。政治だけが腐ってるわけです。政治以外のものはまだジャパンブランドとして生き続けてるわけです。だから、大谷の体から、大谷の動きから、大谷の発言から、新たなる
世界第一位のジャパンブランドをつけて作り上げていきたい、大谷翔平という天才、これを我々全日本の民族が、日本人がね、それを意識することによって我々の民族の中には強いリーダーがおるんだと、それは誰だと、大谷翔平だと、まあ政治が誰であろうが、やはり大谷翔平が日本を代表して活躍していく以上、全1億2600日本人がその後をついていけば、必ず強い1億2600万人になる。もう一回この世界をひっくり返す活躍ができる日本人に、我々で意識を変えて自信を持って頑張っていきましょう。で、今回は片っぽでは大谷翔平が日本人として世界で日本民族の強さを証明してくれた。また、シー・チンピンとウラジミール・プーチンが昨日、アジアの両巨頭が手を組んだと。まあ、今までも組んでたけれども、はっきりとそれを世界に宣言した。俺たちはいかなることをあってもそれを乗り越えて、2社が一体となって対処していく。どんな問題があろうともそれはぶれないと。この二人の絆は崩れないと。これをまあ彼らは宣言したわけだから。日本には大谷翔平、ユーラシアにはプーチン、そしてシー・チンピン。その大きな三人、力が大谷翔平をそこへ加えれば、大谷翔平、プーチン、シー・チンピンが組めば、必ず世界は統一できる。私はそのメンバーの一人として大谷翔平をユーラシア帝国に送りたい、こういう気持ちです。日本人の誇り、日本人が本当に待ち望んでいた強いリーダー、これが今回今日確認できました。昨日のクレムリンで行われた中国ロシアの首脳会談で、この2つが大同団結する、そこに日本が加わる、これは日本はユーロシアの一員である、この気持ちで、これからどんどん小さくなっていく NATO 勢力から脱却して、ユーロシアの新たな強い一国として参加する、我々はユーロシアの一員である。はい、ご視聴の皆様、突然ライブにもかかわらず、ありがとうございます。チャットの方を読んでいきたいと思います。皆様ご意見だけですが、山さん、パチパチパチおめでとうございます。ポンパヒロさん、素晴らしい大谷侍ジャパンに比べてどれだけ汚い売国度。川端慎さん、聖、誠記事ですね、聖主義日本政府、川端慎さん、日本を植物にする統一カルト、自公維新連合の解体、世のため、人のため、お国のために。ポンパヒロさん、いつもありがとうございます。そして今日は日本男児侍ジャパンおめでとうございます。日本の誇りです。川端慎さん、ユーラシア帝国アフリカ帝国万歳ということで、
皆様ご意見ありがとうございます。それでは、こちらの今のライブはこれにて失礼したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとう。